はい、皆さんこんにちは、ワンダレグルフジです。では今回は帝都の下山図日本軍ブレード続きをやっていきたいと思います。まずですね、基本的な戦略としては、ハワイを攻略した後一気にアメリカ本土を狙うのではなくですね、ポートモレスビーの攻略、これに付随してラバウルの防衛とガダルカナル島の制圧戦、これをね今回から行っていきたいというふうに思っています。でまずハワイの方なんですが、アメリカ軍の残存艦隊第4艦隊ですね、これを叩いておきたいと思います。まず第2艦隊ですね、この第2艦隊を使って一度接近してこの第4艦隊を打ち漏らさないように確実に撃破しておきたいと思います。でハワイに新しく配属した航空隊なんですけども、ご覧のようにレンドが全部20台新しく配備したのでしょうがないんですが、とはいえですね、最新の冷戦の52型、艦爆の彗星、艦攻の天山という最新鋭機もありますので、これらを使って、迎撃をね行っていければと思います。まずは乾燥しておきます。艦爆は爆弾を、艦攻は雷撃をできるように変更です。冷戦の52型がね、艦攻の天山に比べて航続距離が少し短いので、そこが一番心配なポイントですかね。では残りの艦隊はですね、ダメージを受けているものがありますので、それらは回復をしておきたいと思います。で続いてシンガポールに入っている艦隊、第10艦隊、ここはですね14艦に駆逐艦4、それに陸軍の第29師団を乗せています。そして第16艦隊ですね、この小沢艦隊の方には空母かが乗っているので、これらの艦隊をですね出撃させて、ラバウルの救援、ポートモレスビー、ガダルカナル島攻略に加えていきたいと思います。ただし今嵐で出撃ができないので、次のターンに持ち越しですね。そして肝心のラバウルですが、航空隊の方はですね補充を行いました。ご覧のような形ですね、最新の冷戦の52型に加え水星天山、ただし今回補給を行っているので行動力はゼロです。ではこれで戦闘命令フェーズに移ります。潜水艦の方はね、順次開港させます。戦闘命令フェーズですが、敵のイギリス軍の17艦隊の行方が分からなくなってるな。ここは索敵を行いましょう。発見できれば空撃を行います。まだ戦艦5残ってましたからね、1隻の戦艦は中破させてますが、残りがまだ4隻完全な状態で残っている上に、5隻の戦艦から砲撃を食らうと航空基地が焼き払われてしまうということが分かったので、そういう事態を避けたかったんですが、残念ながら敵の艦隊発見できずですね。で第4艦隊第5艦隊ですね、これは今急いでですねラバウル方面に転進中です。ただ一度ギルバートに入れて、ギルバートで陸戦隊を積んでいきたいかなと。あとは補給も兼ねてですね、一度ギルバートに入れます。ここですね、第16陸戦隊がいるので、この第16陸戦隊を乗せてガダルカナル島の攻略に向かってもらいます。であと第7艦隊ですね、これは今アツ島に向かってもらってます。アツ島をそこまで重要視する必要はもはやあまりないんですけども、このアツ島を取っておくとですね、敵の艦隊が補給をしながら進んでくるというのを防げるので、今ハワイは潰したものの、アメリカ軍はまだ
シアトルとかロサンゼルス、まあ、いわゆる西海岸経由でこのダッチハーバー、さらに圧倒を経由して札幌にたどり着くことができてしまうので、まあ、そういう事態を下げるためにですね、圧倒は日本軍の制圧圏内に入れておきたいという意図ですね。では時間を進めていきましょう。はい、まあ、大物だった戦闘は起きなかったですね、まあ、一つ収穫があるとすればですね、ラバウルの方に接近してきていた米海兵隊、これをまず一度ですね、追い払いました。まあ、ただまだまだ油断はできない状態なので、このあたりはねしっかりケアをしていきたいと思います。ではシンガポールに移り、シンガポールから、まあ、上枠の方にまずこの第10、第16小沢艦隊を出撃させていきます。日本はね、またちょっと感染者数、コロナウイルス増えてきているよーっていう話になってますけど、シンガポールとかどうなんでしょうね。シンガポールも結構初期の段階でね、それなりに感染者数がドカッと増えて、その後なんか一気に減ったイメージがあるんですけど、まあ、タイも減ってるし、まあ、ベトナム、インドネシア、このあたりもあんまりもう効かないですよね。まあ、このまま世界的に収束の方向に向かってくれればいいですけど、日本の状況を見てると、まあ、経済活動をね、再開すると、あっという間に、まずい状況になっているところを見ると、そう簡単にはいかないのかなーなんて思いますけど。では、移動メールフェーズで行っておきたい内容としてはですね、このハワイの艦隊、敵の艦隊が見つけられなくなってしまっているので、一旦この第二艦隊はこのままここに待機してですね、引き続き索敵を行って、敵の艦隊発見したら潰していきたいと思います。で、ハワイに入っている艦隊なんですが、ご覧の第3、第6、第9、第11と4艦隊あります。ここには傷ついている艦艇は修復、補給、さらに空母が入っている艦隊には航空機の補充を行っておきたいと思います。はい、では戦闘メールフェーズですね。ラバウルの航空隊、ウェバクの航空隊で索敵を行っておきます。敵艦隊発見、艦影録、これはさっき見失っていた敵の第17艦隊ですね。これをじゃあ叩いておきましょう。航空隊による航空攻撃を加えていきます。ここでねちょっとでも、多くの敵を潰しておきたいかなというところですね。前期発進です。やっぱり一式の立航良さは航続距離の長さですね。これが97の観光、99の艦爆だとね、届かないんですよね。そして、練度は低いものの、最新鋭機を配備した、このラバウルの航空隊、ここにも期待したいな。ちょっと待ってね。ちゃんと、危ない。みんな重装になっている。この、凡ミスで、多くの航空機が無駄に失われていますからね。ちゃんとやっておきましょう。完走しました。で、空撃します。最新兵器の力、見せてもらおう。で、ハワイの方、敵の艦隊見失っているので、おそらく撤退したんじゃないかなと思いますが、まあ、索敵だけはね、しっかり行っておきます。敵の艦隊がいなければ、第二艦隊もね、湾口施設が空き次第入港して補給を受けて、次の戦いに備えましょう。で、第7艦隊がどこまで進んだかな。札幌沖ぐらいまでは進んでる。うわ、まだだな。では時間を進めます。上枠の航空隊が戦艦部隊に攻撃を仕掛けます。
これもしかしたら、シンガポールから南下してきている小沢艦隊と、このイギリス軍の第17艦隊交戦する可能性ありますね。戦艦1隻撃沈してます。さらにもう1隻撃沈。残ってる戦艦も中小波、クイーンエリザベス型のみ1隻健在ですね。ここまでかな。ちょっとこの後の追撃は難しそうですね。まだんで、英国陸軍とイギリス陸軍が戦ってますね。いや、本当にね、ラバウル上枠方面は、敵の拠点となっているポートモレスビーとガダルカナルを潰さないと、ずっとこの状態が続きそうな、押し問答が永遠に行われていくありさまなんで、ポートモレスビー、ガダルカナル。この二つはね、なんとか確保していきたいと思います。では、まずはシンガポールから出港した小沢艦隊ですね。これに関しては一度上枠に入ってもらいましょう。で、小沢艦隊はね、シンガポールから上枠に入ってもらい、松鶴、髄鶴、飛竜、蒼竜はギルバート経由して、ラバウルに転進。ハワイに入っている艦隊はこのまましばらくですね、補給と修理と、あと、兵装改造で、対空レーダー、これの取り付けを行わせています。これが終わるまではね、ハワイで一旦待機になります。では、時間を進めましょう。セントメールフェーズにおいては、まずミッドウェーなんですけども、クレの方からですね、航空隊を、全部戻しました。戻しましたというのかな？転任させました。なので、索敵をね、行ってですね、しっかりと敵が近づいてくればこれを迎撃できるようにしていきたいんですが、今の感じだと、ここに、今のところ、索敵機がないので、次のターンで索敵機をミッドウェーに配備します。で、ハワイの方もですね、練度がみんなまだ低い状態なので、微妙ではありますが、索敵は行っておきます。ちょっと索敵の範囲が狭いかな。この航空隊に関しても、少しずつですね、じりじりと練度は上がってきてますね。この調子で練度を上げてもらいましょう。では、時間を進めます。では、移動命令フェーズに戻ってきました。特に戦闘は起きなかったので、しばらくこの状態が続くのかなとは思うんですが、ミッドウェーの方には先ほどお話した偵察機ですね。これを忘れずに入れておきます。予備数が足りない推定だったら随運かな。随運を入れます。これでね、索敵が行えるようになりました。とはいえ今行動力を使ってしまったのは次のターンになりますかね。で、第14艦隊はこのままですね、日本の方に戻ってもらう、トラックの方に戻ってもらう、そういう動きになります。で、第4、第5の空母艦隊機動部隊ですね、これは予定通りギルバートを目指してもらいます。では、このまま時間を進めていきましょう。そしたらですね、敵の第17艦隊がなんかまたさまよっているようなので、これを空撃で仕留めていきます。残り三戦艦入っていたと思うので、この三戦艦をね、沈めておけば、この海域、だいぶ安心して空母をね、呼ぶことができますので、ここで仕留めておきましょう。心配していたのが、この海域に空母をね、出すはいいものの、この戦艦部隊とね、遭遇してしまって、空母が沈められるっていうのを一番恐れていたんで、そのね、リスクを減らすと、なくすという意味においても、この敵の第17艦隊、戦艦残り3つ潰しておきたいと思います。イギリス軍艦隊ですね。第破傷は健在、そのままですね。上枠の方はね、基地の航空隊が1つしか飛行場しかないっていうね、
まあそういう意味では火力不足にはなってしまうので、この敵の第17艦隊を撃退したらですね、上枠の方にも最新の航空機を配備していければいいかなと思います。一方ラバウルの方は連動は低いものの最新兵器、これで出撃をしてもらうので2隻撃沈、いいですね。戦艦2隻を葬り去りました。でマダンの方ではですね、アメリカ軍の海兵隊がまた北上を開始しているので、これをね、迎撃していくという形です。上枠の方も、まあ、一旦陸戦隊で防ぐ形ですね。でこの次イドメレフェーズでは同じようにですね、継続した行動を行っていきます。では戦闘メレフェーズです。また敵のね艦隊見失ってますので、作敵から行っていきましょう。まあさすがに戦艦部隊が壊滅状態に陥った敵の第17艦隊、これはもうこの海域から離脱してるかな。念には念をということで索敵だけしっかり行っておきましょう。で小沢艦隊と南雲艦隊は今こちらの方面にね進出、中になってます。これが入ってくればポートモレスビとガタルカナル、どっちを先にね攻略するかというのはもちろんあるんですけど、そこを検討しながらですね、このニューギニア方面攻略をねしっかりやっていきたいと思います。はい、陸軍の方がインパールを占領してくれましたね。これでインドに向けての確実な進軍ルートが確保できたということになろうかと思います。でマダンの方は相変わらず激戦が続いているようなので、まあ、敵もね、第17艦隊がいなくなっているようなので、これを後期と捉え、上枠の基地航空隊ですね、これを補充しておきます。最新の冷戦の52型これを配備して、あとは足の長い一式の立航、96式の立航、このあたりを配備しておけば間違いないかな。あとは救急の艦爆、まあ、天山を行きたいところなんですけどね、ちょっと天山はこの後ですね、ギルバートの方に、まあ、ようやくという言い方はちょっと語弊あるかな、第4艦隊第5艦隊到着してますので、この南雲艦隊にですね航空隊を補充していきたいと思います。でこんな形にしました。冷戦の52型、これがですね一応艦隊の直縁用というふうに考えてます。で、水星は艦爆、天山が艦攻、それぞれ20機ずつで、冷戦の52型これが護衛機14機ですね、合計84機の体制です。まあ、同じように随格も同じ編成で入れておきます。で航空機の補充が完了しましたので、南雲さんの艦隊はこの後出航してもらってですね、山口さんの第5艦隊をね、同じく航空機の補充を行っていきたいと思いますが、まあ、今回はね一旦じゃあここまでにさせていただいてですね、次回補給を行った後、まずガダルカナルに行くのかポートモレスビーに行くのか、まあ、そのあたりを思案しながら艦隊進めていきたいと思います。では今回はここまでさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。